じゃん。マットな感じのレザーかもいいね。ミニマージャン、ラインストーンがじゃらっとついてる。キュン、え、かわいくない？皆様こんにちは。今日は私のバッグを紹介したいと思います。今までバッグって紹介したことなかったなと思って、バッグの中身はね紹介したことあったんですけど、ちゃんと紹介したことなかったなと思ったので、なんか日本に行った時にこれを使ってるとか、どういう荷物の時にこれを使ってるとか、ちょっといろいろ分けて使ってるものがあるので紹介していきたいと思います。はい。ちなみに今日のねファッションはこんな感じで、今持ってる私のバッグの中でどんなバッグにでも合わせられるような服装にしてみました。この、トップスはもう発売にもう今なってるんですけど、ただなくなり次第ちょっと終了になっちゃってるので、 なるので今あるかどうかわかんないんですけど、ユエリーニュから出している、ここはね透明のタグですごい可愛いんですけど、全部で3色展開です。で、まず結構前に買ったものになります。覚えてるかな。じゃんじゃん、ジャクムスのバッグ。これ全然昔ですね、買ったの。でも本当に大事なところにしか持ってってないから全然使ってないの。でもなんか今こうやって見たら、あ、なんか茶色とオレンジいいじゃんみたいな感じの気持ちになっているので、ちょっと今年のね夏ね、こんな感じで使おうかなと思ってます。どれぐらいの形なんだろう。結構何でも入るよ。例えば携帯ね、全然入ります。どうだ、パスポートどうだったっけな。パスポートも入りそうじゃない。携帯とかリップとか、あとは最近私これが欠かせなくて、リブレヘアクローという商品なんですけど、プリューから出てるものなんですけど、これさ、ここにこうやってねつけてたりとかすると、あ、なんかご飯食べるときにこう顔周りに落ちてきて邪魔だなってなったりしたときは、これぐらいの髪の毛でもまとめることができるの。こうやってくるくるねじりながらこういう状態にまずします。作りたい形に持ってきて、で片方をしっかり根元の方に入れ、もう片方を反対側に入れてギュギュってこうやって挟む。そうすると見て、超楽なんですよね。もうなんかこれを使うだけですごい、プラスチックのものよりも大人っぽくなるっていうのが一番あるかなっていうふうに思います。はい。なのでこんな感じでどうでしょうかという感じのジャクムスのオレンジの、なんかね素材はなんだろう、多分レザーなんですけど、ちょっとマットな感じのレザーになってて可愛いです。とてもなんかゴールドとかともね相性いいですよね。ゴールドのリングとかと合わせて使ってみたりしてもいいんじゃないでしょうか。はい。ということで次に行きます。次なんですけれども、こちらホツホツっていうのかな、合ってる、ごめんなさい、読み方間違ってたら本当にごめんなさい。ホツホツのエナメルの赤いバッグ。赤もいいね。ねえ、茶色ってなんでこんなに何でも合うんだろうっていうか、昔から私この手の茶色がすごい好きで、チョコレート色で、リヒ・ヘンダーソンのパンツはもうリコちゃんが選んでくれたんですよ。そう、なんかアイさんこれが似合いそうと思ってって言って選んでくれたんですけど、え、まさにわかる。だって私これ作ったもん。だから本当に同じ色なのね。なんか同じブランドですかぐらいの感じで着れるから。で、そのタンクトップね、ちょっとここがね、開くんですよね。それがまた、あ、その下こう繋がってんだみたいな。ちょっとこう、セクシー感もありながら、だから体のラインは見えるんだけど、この上にね、羽織物とかしても可愛いです。例えば、シアのトップスとはね、すっごい相性が良いです。はい。というホツホツ。これ結構いっぱい容量入りますよ。ほら。なんか、頑丈だしね。なんかスリとか合わなそうだし、ちゃんとここまで締まるからさ。やっぱちょっと空いてるとさ、怖かったりするじゃん。スリ？日本ではないの？ないか。どう？そう。っていう感じ。ホツホツさんです。次。ユエリーニュ先輩のバッグです。実は、
これ、同じ透明のタグがついてるんです。ここの透明のタグと、ここの透明のタグ、同じタグがついてるんですけど、これね、中身が、じゃん！ナプキン入ってた。中身が、紫、ウィステリア色になってます。で、こちらも、なんとここにカードが入れられるようになっております。だから、リップ、ちょっとだけ小分けができるコーナーがあるとすごい楽だなと思ってたので、そういうのを作りました。で、ここはストラップなんですけど、こうやって取り外しができるの。ただこれね、受注販売っていう感じだったので、ちょっと今販売は終了しちゃってるんですけど、そう、残念ながら。こうやって取ることもできるので、普通にメイクポーチみたいな感じで使うこともできます。そう、このチェーンも結構こだわって、かわいいこういう四角のチェーンがいいなと思って作ったので、こういうねチェーンがつきながらのものなので、すごくこう高級感もあるし、でもこの心地よい触り心地のギューって潰してもいけるぐらいな感じなので、でシワにもならないし、ここのさジッパーもなんかできるだけシンプルなものがいいって言って、こういうちょっとね四角いものを選びました。そうだから全部、一個一個ね、色味とかも全部自分で決めて作ったものになります。はい。次、ちょっと最近のインスタでよく使ってたんですけれども、なんか上手くない？ですね、ザ・バージンズです。結構いろいろ入るの。携帯入れてもこんなに余裕があるぐらい、もうリップ入れても何でも、結構ガサガサって入れれるぐらいの感じがあります。もうさ、なんかふわふわなんだけども、触った心地がしないぐらい柔らかい感じの毛がついてて、透明で見えるし、私携帯のカバー、シルバーでピカピカしてるので、それが透けてて可愛くて、そう、こういうザ・バージンズのバッグ。これも可愛いよ、みんなおすすめ。はい、次。ミニバージョン。冬バージョンかな？これはね、ちょっと昔ではないけど、ちょっと前のものになるんですけど、これは携帯がギリこんな感じなの。ちょっと縦になっちゃうか、私の携帯だとね、なっちゃう感じなんですけど、小物とか入れるのにいいのと、あとカードとかね、すごい良いのと、ここに鍵をつける、この、わかる？こういう金具がついてるので、だからここにカチャンって鍵とかつけられたりもする。感じのザ・バージンズミニバージョン。かわいいよね。これでもなんか、本当にちょっとしたパーティーとか、なんかカード入れとかに使うとかわいいんじゃないかなと思います。はい。次はですね、これは売ってないものになるんですけど、こちらのクラゲバッグと私は呼んでます。これ、シュシュみたいに、ここがゴムになってるんですよね。なので、こんな感じで持ち歩くことができます。今ここについてるリブレストラップっていう、このストラップはプリューで売ってるものになります。カデナストラップもあるんですけど、カデナストラップはここからこう斜め掛けにできるタイプのもの。で、私がそのドレスとか着てる時に、斜め掛けがどうしてもなんか超繊細な服とかに当たっちゃったりするの嫌だなって思った時に、こういうちょっとこう手で持てるタイプの、そうで肩にはギリギリじゃないか、夏は、ね、余裕で掛けれる、コートとかだとギリギリ掛けれるぐらいのサイズのストラップが欲しいなと思いまして、そうで、この先っぽのね、先っぽというかこの入れる部分に関しては作ってもらったんですけど、そう、何にでも合わせられます。だから携帯だけをつけることもできるストラップになっております。私はここに穴を通すところがあるんですけど、そう、こんな感じで携帯だけを持ち運びたい時に携帯だけ持ち運べるものになっております。こんな感じで、これもこれでいいよね。わざわざね、ここにストラップの、入れるところがついてるものじゃなくてもありますよっていうものがあって、これ普通に Amazon で買ったんですけど、このね、内側にこういうシート入れてるんです、私。で、こ
ここに穴に内側から穴通すのね。でそして上から携帯をはめる。そうするとかけられるストラップがかけられる感じになるんですよね。なのでもともとこれについてる可愛い携帯ケースってさ難しいと思うんですけど、自分の好きな携帯ケースを買ってそこにはめ込む、これだけをはめ込むっていうのもありなんじゃないかなと思って、最近私はそんな感じで使っております。はい、では次、チャラチャラの派手な、これはねブランド名がカラと言います。でもねすごい悲しいニュースなんですけど、最近ここのブランドクローズしちゃったんです。なんか私も個人的にも結構なんかいろんなさセレクトショップでよく見てて、かわいいね、かわいいと思ってて、で一番最初に買った、一番最初というかこれが最初で最後になってしまったんですけど、買ったバッグがこちらのラインストーンがじゃらっとついてるタイプの緑のバッグになります。これね結構どんなバージョンでも合わせやすくて、普通にストラップ付きでもいけるし、付きじゃなくて手で持ったりもできます。で意外と結構何でも入る。でちゃんと四角いボックス型なんですけど、ちゃんとここにねベロっていうのがついてるので、ここを閉じちゃえば落ちることもない感じになってるバッグなの。でもそうなくなっちゃったからさ、なんかね本当にあれなんですけど、悲しいんですけど、このバッグは私もちょっと大事にしたいなっていう風に思っております。はい、キャーン、もう大好きなんです、これ、ジャクムス、キュンキュン。これフランスに行った時に買ったんですけど、ジャクムスのここがね、何の毛だろう、何の毛かわかんないけど、毛にな、ファーになってます。で、ジャクムスって書いてあって、内側にもやはりカードが入れられるようなポッケがついてます。これギリパスポート入んなかったんだよ。で、携帯がギリギリ入るぐらいの大きさになってます。でも、もうどんな服にも合わせやすいじゃん。もうすごい迷ったんですよ。これ、まあ、すごい黄緑色のもあって、それも可愛かったんだけど、でもな、みたいな、私結構髪の毛の色いろんな色にしてた時期が長かったので、ブルーに黄緑持ってたら洋服何合わせるみたいな、すごいシックな色しか合わなくなっちゃうなと思ったので、何にでも髪の毛の色もどんな色でも合わせられるものにしようと思って、こちらにいたしまして、これも日本に行った時とかね、何かこちらとかお出かけするときとかに使わせていただいております。次、これマリンセルのバッグでございます。これ結構さ持ってるとみんなに、え、かわいいですねそれって言われることが多いバッグなんですけど、これなんとね閉じると、何もしないとこういうフラットな板みたいな感じになるんです。で本当に持ち方次第で、例えばこれをねこっち側にしたりすると、こうやって横広げるじゃん、横広げるじゃん、そうするとこの横バッグになるんですよ。横バッグになるので、結構いっぱいあるんですよね。なんか日本に行った時ってさ、やっぱ結構いろんなものを持つことが多くて、カメラバッグ私結構大きいですよね。だけどさ、YouTube 撮影しますってなった時に、このカメラバッグをさ、入れる時に、なかなかちょうどいいのが、ちょうどハマるものとかさ、トートバッグぐらいしかなくなっちゃうから、でもトートバッグとちっちゃいバッグとって2個持つの嫌だなっていう時とかは、こんな感じでカメラバッグも入るぐらいの大きめになって、かわいくない？ねえ、やっぱなんか一瞬これさよならしようかなと思った時期もあったんですけど、やっぱりあなたは手放せないです。マリンセル、ここにマリンセルって入ってて、そうマリンセルってさ、あのブランドね、月のさトップスが結構有名なブランドなんですけど、バッグも可愛いんです。他のバッグも結構可愛かった。そうで頑丈でさ、そうなんかで黒だからいろんなところに持ってっても汚れたりしない。でここがレザーになってます。はい、マリンセルさん大変お世話になっております。これ日本に行くとき必ず持ってってます。空港とかに行くときって、私でっかいトートバッグでいろんなものを持っていきたいので、
持っていくんですけど、ただそうなるとこれだとちょっとちっちゃいのね。だからスーツケースの中にこういう状態にして入れるの。ね、素晴らしくない？どういう感じでイメージで作られたんですか、あなたは、みたいな。ほら、これで入れられるの。すごいよね。で、次。スタンドオイルというブランドの、なんかカード入れになります。こんな感じ。もう本当にカードしか入らないぐらいのサイズなんですけど、もちろんこれに、ついてくるストラップはあります。あるんだけど、ちょっと私はずっとカデナストラップのデザインが好きなので、カデナストラップを付けさせていただいております。だからカード入れ渡しても、ね、こういうのもあるんだよ。チャクムスのカード入れをずっと、最近ずっと使ってたやつがあるんだけど、なんだろうね、遊園地行くとかわかんないけど、なんかいろいろ入れなきゃいけない時とか、チケットとか、いろんなものを入れなきゃいけない時とかは、これもいいかなと思って買わせてもらいました。かわいいよね。意外となんか頑丈そうですごい良さそうな感じです。はい、次。はい、残すところ1個になりました。こちらでございます。前回韓国旅行でも出てきたと思うんですけれども、ロークラシックのシルバーのバッグ。そう、謎のテンション。ここにロープラシックっていうあのディボスが入ってて、あの刻印みたいな感じなのが入ってて、でこれ一番最初売られてた時は紹介の時も言ったんですけど、こういう感じに四角いの、なんかちょっとあれを思い出させるよね、あのなんだっけ、UAL のやつ。でもこれの方が全然硬くて、でも大体私は入れるものが多いのでこういう状態で使っております。そう、こんな感じで使った方がいっぱい入るのでこういう状態で使っております。ということで私が持ってるバッグは以上になります。また小物のね、いろいろなのもご紹介していきたいなと思うんですけど、プレミアムピーシスっていう、私が売りたくないんだけどでも使う機会が減ってきたものだったりとか、売りたくないんだけどなんかこっちの気候になかなか合わなくてそこまで着る場所がないなと思うものとかを売ってたりする場所がありまして、それが U クラブという私のオンラインサロンのような、最初はビトマオンラインサロンだったんですけど最近名前が変わって U クラブという名前になりました。その U クラブの中でもそういうプレミアムピーシスな販売会なども行っていますので、洋服とか小物とか、あとは子供のものとかですね、あんまり汚くなってなくてまだ価値があるものなどを販売してますので、よかったらそちらもちょっと覗いてみていただけると嬉しいなっていうふうに思います。あ、最後にユエリーヌから出てるタンクトップというかボディースーツなんですけど、下はねカチンと締まるタイプになってるんですけど、それが発売になっております。ここに透明のタグが同じようについてて、これがクラウドという色、これがダスクという水色になります。どちらも合わせやすい色かな。この3色とも全部私の中ではすごい合わせやすい色になってて、で、2つのサイズになってます。スモールとミディアムの2サイズになってます。で、今私着用しているのがミディアムなんですけど、私どっちでもいけるんですよね。ちょっと緩めに着たかったらミディアム。だけど、ちょっとピタッと、たゆみがない方が本当はいいので、今日はミディアム着てみたんですけど、私にぴったり合うサイズはスモールなのかなっていう感じです。身長が164センチ。で、ここがね、お股のところがこう、2サイズカチンとできるところがあります。なので、そこでサイズも調節していただけるかなっていうふうに思っております。これ今、残っていれば発売中っていう感じになるので、よかったら見てみてください。ということで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。じゃあねー。